ベンチ上がれ上がれと指示が出ています。さあサポーターの念が通じるか。目の前でコーナー、モンキディオにあと一つのゴールが必要。ジュビロはこのまま時間をやり過ごせば決勝進出。時計はすでに後半のアディショナルタイム。山岸も上がってますね。インスイングのボール入れるのは石川達也。セットプレーから山岸のヘディング、山岸のヘディング、山岸のヘディングがなんとゴールイン。モンキディオ逆転。山岸、場内呆然。いやちょっと鳥肌きましたけどね。モンキディオサポーター騒然。なんとキャプテン山岸が執念のヘディングゴール。すでに後半はアディショナルタイム。このままいけばモンティディオ決勝進出。すごいな、こんなドラマありますか。さあ大歓声のモンティディオ山形サポーターはわずか700人。安永さん、はい、言葉出ないですね。ちょっと、ね、出ないですね。今もうとも言えなかったですね、うん。